伊集院光が分析、明石シさんまさんって日本一の喋り手だけど日本一の聞き手だから。タレントの伊集院光が2日放送の、伊集院光佐久間信行の勝手にテレ東批評、セレビ東京系に出演した。 佐久間氏が最近ヒヤヒヤすることがあった。僕の YouTube から注目されて売れていくタレントさんが何組かいたんですよと切り出した。その中の一人が口喧嘩最強ギャルミリチャム。同局の2件目どうするつまみの話に出演し、 口喧嘩キャラを披露しており、視聴していた佐久間氏は俺がミリチャムを育てたことになってる。ごわっと思ったと苦笑い。移住院は、これはあるあるなんだけど、踊る。サンマ御殿で天然系のモデルさんとか出てきて、大爆発する。 実はアカシアさんまさんって日本一の喋り手だけど、日本一の聞き手だから。さんま御殿だからうまくいくことなんだけどと分析。続けて、みんな、うちの子は売れる。こういう路線で行けるんだって言って、よそに出し始めるのよ。さんまさんがいない状態でとてもじゃないけど使えない子が、 ほぼ一周で二度と出なくなってると勘違いを指摘していた。